皆さんこんにちは。今日は絶対に美味しいと言っていただける自信作まんまるティラミスを作りました。断面はこんな感じになってます。外枠の方は白ワインを使った香り高いマスカルポーネのムースです。中に濃厚なコーヒークリームを入れて、クリームだけだと食べ飽きてしまうのでココア生地を2枚入れています。では作っていきましょう。最初にココアの生地を作っていきます。薄力粉とココアを一緒に計量してよく混ぜ合わせてからふるってあげましょう。ふるい終わったら、こちらは最後に使うので別の場所に置いておきます。オーブンは180度に予熱しておきましょう。続いて少し大きめのボウルに卵を計量します。計量ができたら軽く研ぎほぐしてグラニュー糖を加えましょう。グラニュー糖のザラッとした感覚がなくなるまで混ぜてあげます。次に卵が泡立ちやすいように湯煎にかけながら卵全体を温めていきます。卵は温かいほど空気を含みやすくなります。今回は生地にコーヒーシロップを打つので、シロップが染み込みやすいようにふんわりとした生地を目指します。卵の温度が40度ほどになったら湯煎から外して牛乳とバターを溶かしていきましょう。ボウルを手前に傾けると早く泡立ちます。ハンドミキサーの法則で一気に泡立てましょう。ここから約3分泡立てたら白くもったりとした生地になります。すくい上げても生地が沈んでいかない、しっかり空気を含んだ状態まで泡立てます。ここまで泡立ったら次に気泡を整えましょう。今度はハンドミキサーを中速に落として、ミキサーをまっすぐ当てて泡を整えていきます。こちらも約3分ほどキメを整えてあげましょう。泡立てたらゴムベラに持ち替えてふるっておいた粉を加えます。ゴムベラを下から上に持ち上げるイメージで大きくのの字を書くようにして混ぜていきます。バターを入れてからはあまり混ぜることができないので、ここでしっかり混ぜてあげます。続いてバターを加えますが、生地の一部を入れて混ぜ合わせます。こうすることによってバターがそこに沈むのを防いでくれます。同じ理由でボウルに戻す際もゴムベラに当てながら入れましょう。先ほどと同じようにのの字を書くように混ぜていきます。油分が入ると泡が潰れていくので、ここは手短に混ぜてあげましょう。生地ができたので 18cm×18cm の型に流していきます。生地がまっすぐ焼けるようにゴムベラを使って伸ばしましょう。オーブンで焼いていきます。焼き上がりました。焼き上がったら熱がこもるのを防ぐためにすぐ型から外してあげて、周りの紙も剥がしてあげましょう。焼き上がりの目安は手で触ってもくっつかないぐらい焼けてたら大丈夫です。粗熱が取れるまでは常温で冷まします。冷めたら生地を抜きやすいように一度ひっくり返して後ろの紙を一回剥がしてあげます。そしたら紙を戻してひっくり返してあげます。これをすることによって型抜きが簡単になります。これでスポンジの準備は完了ですと言いたいですが、ここにコーヒーシロップを打ちます。耐熱ボウルに水とグラニュー糖を計量してよくかき混ぜてからレンジで1分加熱していきます。水の温度が90度近くなるまで温めます。グラニュー糖がしっかり溶けるようにかき混ぜてからインスタントコーヒーを加えましょう。これでコーヒーシロップの完成です。コーヒーシロップが染みている方が美味しいので、いっぱいいっぱい打ってあげましょう。表面が塗り終わったらひっくり返して裏面にも塗ってあげます。このティラミスボールは子供でも食べれるような甘さにしているので、ビターな味がいいという方は砂糖の量を調整してみてください。シロップを打ったらラップをして冷凍庫で固めましょう。続いてコーヒーのクリームを作っていきます。一番最初にゼラチンを水でふやかしておきましょう。
こちらが水を吸ったゼラチンです。ひっくり返しても落ちません。次に卵を計量します。今回は卵黄だけを使ったアングレーズソースを作っていきます。粉の入らないカスタードクリームをイメージしていただけたら作りやすいと思います。卵にグラニュー糖を加えて白っぽくなるまで混ぜてあげましょう。手鍋に牛乳と生クリームを入れて沸騰する直前まで火にかけましょう。周りがふつふつしてきたら火を止めて先ほどの卵に加えます。卵に火が入る前にホイッパーで混ぜ合わせてあげましょう。全体が均一に混ざったら手鍋に戻してクリームを炊いていきます。火はごく弱火で大丈夫です。量が少ないのですぐ火が入ってしまうので注意しましょう。火は鍋の周りや底の方から入ってくるので無限を描くようにゴムベラを回しながら炊いていきます。しばらく炊いていくととろみが出てきます。クリームの温度が70度に近くなったら火を止めてインスタントコーヒーを加えます。コーヒーがある程度溶けるまでは火を止めて混ぜ合わせてあげます。ある程度溶けたら再び火をつけてごく弱火でしっかり炊いていきます。クリームを煮詰めて濃厚な味わいにする目的と卵の殺菌をする目的があるのでしっかり温度を上げましょう。最終的な温度が84度になるように煮詰めていきます。コーヒークリームができました。ゴムベラで線を引いてすぐなくならない状態がベストです。最後にゼラチンを加えてしっかり溶かしましょう。口当たりを良くするために細かい網で一度こしてあげます。菌が繁殖しないように氷水を当てて素早く冷ましていきます。28度ぐらいまで冷めたら大丈夫です。クリームができたので型に流していきます。この後スポンジを入れるので型の7割ぐらいまでクリームを入れてあげます。分割できたら 1,2 分冷凍庫に入れます。表面を少し固めてスポンジが沈んでいかないようにします。そしたらどんどん生地をのせていきましょう。生地が乾かないようにラップをして冷凍庫で固めましょう。固まったら型から外してすぐ使えるように準備しておきます。溶けないように冷凍庫に戻してあげます。最後のパーツのマスカルポーネのムースを作っていきます。先ほどと同じように先にゼラチンをふやかしておきましょう。続いて生クリームを泡立てます。今回のムースは7分立てのクリームを使います。ここで泡立てすぎてしまうと分離して油っぽいムースになるので注意してください。泡立ての目安は持ち上げて角が立たないぐらいだけどクリームが落ちてこないぐらいの硬さにします。生クリームは使うまで冷蔵庫に入れておきます。次に卵を計量します。こちらも先ほどと同じようにアングレーズを作ります。卵黄にグラニュー糖を入れて白っぽくなるまで混ぜ合わせましょう。続いて手鍋に白ワインを加えて火にかけて沸騰させます。こうすることでアルコールが飛んで香りだけがついてくれます。先ほどの卵に加えて火が入らないように混ぜてあげましょう。手鍋に戻してコーヒークリームの時と同じようにクリームを炊いていきます。こちらも量が少ないので弱火で大丈夫です。無限を描くようにして火が入らないように混ぜていきましょう。84度まで加熱できたら細かい網で裏ごします。そしてすいません、ゼラチンを入れ忘れていました。本当は炊いた後にゼラチンを入れてから網でこすようにしましょう。今回はふわふわのムースにしたいのでもう一手間加えます。先ほどのアングレーズのクリームをハンドミキサーで一気に泡立てて空気を入れていきます。
80度近いこのクリームが人肌の温度になるまで攪拌していきます。するとだんだん白っぽくなって空気をいっぱい含んでくれます。水分量が多いのでもたっとした感じにはなりませんが、このぐらい白っぽくなったら大丈夫です。これが美味しさの秘密です。ではどんどん合わせていきましょう。マスカルポーネに生クリームの半分を入れて硬さを合わせていきます。混ぜすぎると生クリームが泡立ってしまうので注意しましょう。ある程度混ざったら残りの生クリームを加えます。一緒に白ワインのクリームの半分を入れます。ゴムベラを使って優しく混ぜてあげましょう。このぐらいマーブル状で大丈夫です。そしたら残りのクリームを加えて最後なのでしっかり混ぜ合わせます。材料すべてがきれいに混ざったらムースは完成です。では組み立てていきましょう。今回はこちらの型を使用しました。最初に絞り袋に詰めたマスカルポーネのクリームを絞ります。冷やし固めておいたコーヒーのクリームを中心にくるように入れましょう。美味しいケーキは断面も綺麗です。丁寧に作業していきましょう。そしたら隙間ができないようにクリームを型の端から入れるイメージで絞っていきます。スプーンを使ってクリームを型の奥まで入れ込んでいきます。この時に中心をくぼませて残りの1枚の生地が入るようにしてあげましょう。中心に接着用のクリームを少し絞ってコーヒーのビスキュイを押し込みます。この時にマスカルポーネのムースが周りから出てくるぐらい押し込んで大丈夫です。こうすることで空洞のない綺麗なムースができます。溢れ出てきたムースをパレットを使って綺麗に伸ばしましょう。これでムースの組み立ては完了です。このまま冷凍庫に一晩入れて固めていきます。はい、一晩経ちました。ムースがしっかり固まっていることを確認してから型から外していきましょう。とってもいいフォルムをしています。美味しそうにできました。すぐココアを振ってしまうとココアが水分を吸ってしまうので、一度常温で解凍させてから仕上げをしていきましょう。今はムースから出てきた水分を拭き取っています。しっかり水分を拭き取ることができたら仕上げをしていきましょう。こちら泣かないココアを全体に振っています。ココアを振ると一気にティラミス感が出て美味しそうです。お皿に移すときはパレットを奥まで入れてあげて、もう一つのパレットで支えながら抜いてあげると綺麗にできます。お好みのコーヒーシロップをかけてお召し上がりください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またこんなケーキを作ってほしいというリクエストがあったらコメントください。ケーキがまだ完全に解凍できていなかったですが切ってみました。こっちの断面は綺麗に入っていなかったのでもうちょっと頑張ります。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。